These Skyrim tips. ねえ、大丈夫ですか？例のやつ、そろそろ時間なんじゃ。いや、まだいいだろう。俺がこいつをゆっくり味わってからだ。おう、表出や、キリュウ。踊るはこの店にもう顔見せんな言うたじゃろうが。うちのお客に勝手なこと言わないでくれる？こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。おう、早ついてこい。何すかしとんじゃ。ちょっと南雲くん。あ、いや、また後で弁償するけんの。ごめんってキヨちゃん。すぐに戻る。かばちたれが。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけんの。ほいじゃ。覚悟はええか。Oh wait, this is real. ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことをしちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前で酷にされたままじゃ、かっこつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが、運のつきじゃ。すかした顔して舐め腐ってから踊りや。おい、なんじゃ。あまり時間がねえ。早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわけかの。いいからさっさとかかってこい。お前の脳が効いてるとこっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せえ。今日から先踊れの予定は全部白紙じゃ。はあ、ぶち殺したるけの。God, this feels kind of sluggish. We'll see. What?
How many Twitch bots, Jesus Christ. I'm not sure if it's my controller, but it feels like I can't run. Right. Whatever. Yoshi, I got it. So, the first round is over. I'm going to...体が温まってきたけ。こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。お帰りなさい。ああ、どうにか間に合ったな。ええ。さあ、キリュウさん、これ。Baby. いい飲みっぷりだぜ、ハルト。ハルト。私を育ててくれたおじさんは、昔、極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。
みんなが待つところに。夢じゃないのか。違うよ。私はここにいるよ。So why did we need the flashback?はるかちゃん。秋山さん。先生に話聞いてきた。キリオさんは大丈夫だ。2週間もすれば退院できるってさ。そうですか。ありがとうございます。ああ、それにしてもさっきのステージじゃ思い切ったね。ニュースで何回も流れてる。ただあそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や近江連合の抗争、テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ、まあ俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らならきっと大丈夫。乗り越えられるさ。はい、秋山さんには本当にいろいろ助けてもらって。そういえばお仕事の方はいいんですか？町金の社長つっても、うちは秘書がしっかりしてるから、少しくらい俺がフラフラしてても大丈夫なんだ。気にしないで。はるかちゃんは？桐生さんが良くなったら沖縄のあの養護施設に、朝顔に戻ることになるのかな。多分そうなると思います。私やおじさんにはあの朝顔が家で、あそこに住んでいる子供たちが家族ですから。いや、クレイジーフラッシュバックだ。じゃあカムロ町もまた寂しくなるな。It's not often though we get to see like a... Oh, okay, cops. This game looks crazy good, but it's also weird. なんや、サツの旦那方。Akiyama's model looks too young. 患者ら怖がっとんで。俺に言うやろ。あ？脱獄で捕まんのはこれで2回目やな。All right, I forgot about that. 話が早くて助かるな。酌量の余地はある。西島大河、おとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。I swear, every fucking game Sajima's in, he goes to prison. After のことは頼んだで、兄弟。お前らが登場会でごたごたの後始末しとる間、俺は無所で楽させてもらう。それから、桐生一馬の病室はそこだな。あ？何やと？
警視庁のものです。どうかそのままで。え、桐生一馬をカムロ町での暴行傷害並びに器物破損の容疑で逮捕します。Suspicion of assault and isn't that just every night that we play Yakuza? Police は元東条会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツを立てるためのパフォーマンスだ。I see. パフォーマンス？抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東条会もヤクザに変わりねえ。東条会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東条会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東条会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら今度は東条会の下の連中は収まらねえだろ。せっかく終わったヤクザの抗争に警視庁が火つけ直したってことになりゃ上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東条会の代表として逮捕するんですか。東条会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは堂島の竜で通った伝説の極道だ。いくら足洗おうが仇から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。あの、うん、おじさんはまた刑務所に入ることになるんですか。まっとうな弁護士がつけば無所には入らずに済むはずなんだが、気流の出方次第か。なんか歯切れが悪いっすね。俺も気流とは付き合いが長いんでな、今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。What's the thought process? He's gonna pull a Goku, remain dead, jailed. Itada kimatsu, while clapping their hands. What? Oh shit, we're going soprano mode. ここは一体。Oh, we're actually just fucking. I like this. It's esoteric vibe. Huh. Kiryu-chan. Majima no Nisa, Tōjō Kai no Shatei Gashira.直系真島組組長真島五郎、シマノの狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが、未だにこの人だけは読めねえ。何にしても俺とは腐れ縁だ。そして今の東条会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく東条会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。おじさん、はるか、俺がただ一人愛した女の忘れ物であった頃、まだ幼かったこの子は過酷な運命を背負って極道の抗争に巻き込まれていた。そして大事な人間を次々に失った俺にとって唯一の生きる支えになっていた。俺の人生で何か
褒めることがあるとすれば、親代わりにこいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。I know, right? It's only this game that had the option to, recap the previous events. Kiryu-san. Akiyama, Kamuro-chou no Machikin, Sky Finance の社長、Akiyama Shou.昔は銀行のエリートだったって話だが、 I don't know. I guess it's because they switch engines and they felt like appropriate to do like a recap. That's also kind of goofy when you realize Kiwami 2 is in the lineup. 1000億を超える金を生み出した。俺とは西島の妹ヤスコを通じて出会って以来の縁だ。大阪では芸能界に入った遥かを守って、俺の代わりに体を張ってくれて。Thank you, my man. For all the fucking text. Stop, Sajima. キリュウ、サイジマ。かつて、18人の敵を殺した。Set to have. 登場界の伝説と語り継がれる極道。Sure he did. サイジマ大河。俺と初めて出会った時、サイジマは脱獄囚だった。その後、運命を狂わせた18人殺しの真相と対峙し、東条会直系西島組を立ち上げていた。だが2012年冬に再び脱獄。 Dude, every single time we talk about 西島 he's in jail. 7代目の陰謀に巻き込まれ、東条会を代表する男として、俺と共に奴らの標的にされた。どうだて？キリュウ。だてさ、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は、俺と出会ったことで狂わされた。だが、それから何年もの間、俺とは時に相棒として、キリュウが、時に友人として、ディズニーのフレンズ、付き合いが続く。More than I do, probably. 男で一つで、一人娘を育て上げた今、伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして、 Yeah, I forgot about the plotline, but it's all there. 貫いていくはずだ。 It's fine. おじさん、大地、コウジ、ミツオ、シロ、大地 is the best one.Everyone else IDC. Izumi, Diona, Eri, 親の顔も知らないこの俺が、沖縄に児童養護施設朝顔を作って引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。今の俺がまたこいつらと暮らすには、まずやらなければならないことがある。Do you need to do? 長い時間が必要だ。What do you mean by that? 4代目。大吾、かつて俺の都政の親であり、登場から大官だった。 I really wanna skip the dialogue, but...I don't want to skip the voice actor. 極道の世界から距離を置いていた大吾に、俺は東条会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが2万5千の子分を抱える東条会を束ねていけるのは堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまたそれを証明してきた。 Alright, time to go into the light. Thanks for the recap game. お目覚めですか、四代目。第五か。
互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ、桐生さんのことで妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。 I don't think I can. Okay, maybe I can. 噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか。家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。ああ、俺がこのまま沖縄に戻ったとして、朝顔の子供たちは遥と静かに暮らせるとは思えねえ。どう言い繕ったところで、俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺や遥にその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺やはるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームステージではるかは堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。なら俺もそう呼ばれて恥ずかしくないようにしておきて。セイスメセス。Straight to jail, huh? This shit again. Haruka, よく来てくれたな。変わりないか。そんなにすぐは何も変わらないよ。朝顔も相変わらずみんな元気にしてる。そうか、ならよかった。本当はみんなもおじさんに会いたがってるんだけど、沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。たまにそういう人も来るけど大丈夫。すまないな、はるか。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか。私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのがつらかった。うん。芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの。その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私は
あのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。Yo, Okinawa. ほら、できたよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はーい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って。もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ。シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ。そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。俺、今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、刑務所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも、野球推薦の話が来るなんて。三つお、頑張ったんだ。前はコージが教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。勉強の成績とか家のこととか、なんかいろいろ審査はあるんだって。家のことって、それじゃうちってヤバくね。あ、バカ。いや、でも実際さ、大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。どうしよう。おじさん、私。あ、いや、だ、ケディアクズ。どうしたらいいのかな。やっぱりここに帰ってきちゃいけなかったんだ、私。I'm just gonna leave? ごめんね、みんな。
子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。そっか、あや子も見たんだ。三つ男の野球推薦のことが心配？三つ男のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。アジア街で火が出てるぞ。火元はアジア街の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことか。消防はもう向かってんだろうな。避難の誘導はやってます。でも火の回りが早くて。おい、なんてこった。
アジア街が全部焼けちまう。どうですか、いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。Price of freedom. He's just standing there. Izumiだいぶ背が伸びたな。おじさん、嘘、帰ってきたの？なんでこんな急に。驚いたか。ねえ、おじさんが帰ってきたよ。みんな、おじさんだよ。おじさん。大地。バカ野郎。帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、大地。おじさん、お前ら大きくなったな。何年ぶりだみんな。おじさん、本当に大きくなりやがって。おじさん変わんないね。はるかお姉ちゃんは一緒じゃないの？そうだよ、後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。はるか、出かけてるのか。何言ってるの、おじさん。だって、はるかお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。ん？そうだよ、そういう話だったよな。うん、そうだろ、あやこ姉ちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝顔を出て行ったのは、3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし、携帯は朝顔を出た後すぐ解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん、でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんではるか姉ちゃんが出て行かなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。はるかお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。何それ、どういうこと？
通っている学校から野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも遥のせいでもね、全部俺のせいだ。おじさん。だから俺が必ず遥を探し出してこの家に連れて帰る。Okay. Holy shit. That's a lot of mail. Onomichi.So we get a new city from what I can tell. The Navy Apartments in Onomichi. Nice spoilers. This will be the tips newsletter. Game has another save function, so you'll need to find phone booths. 2016, right? Fuck you. Looks like the Judgment phone.Where's my audio settings? I want. Yeah. It's on 50%. No wonder it's so fucking low. Give me 75. 80 actually. I was wondering why the volume was so low when I hadn't fucked with anything. Must be from my Yakuza Kiwami 2 settings or something. Oji-san! Mame mo hirumeshi no jikan ka? Aikawarazu genki sou da na, Mame. Mame, mada da kara ne.まだ食べちゃダメ。よし。 No, I forgot we had a dog. はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。It's weird though, like if somebody stopped contacting me for like a year, I'd probably call any contacts. I mean, do the kids know Date? Yeah, probably not, actually.But that'd be like the easy way to get an answer. Haruka 姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、Haruka 姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、Haruka 姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たち Haruka 姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。はあ、ちゃんと話すから。心配するな。あのさ、おじさんが春香姉ちゃんと最後に会ったのいつ？三年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたら。その時からハルカは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くハルカ姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に使ってるかもしれない。ああ、必ず探し出して。But I can add 1+1. I can tell what happened probably. Ah, Oji-san. さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。SNS とか全然やってないみたい。そうか。調べてくれてありがとうな。はるかについては、
とりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみよう。 Yeah, talk to the florist. もしかしたら何か遥かに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。Oh, how do I? Oh, I can't. I have to unlock the stats. Good shit. Haruka, お姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん。そうだな。まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。Oh.Never mind. 大阪やカムロ町でハルカの助けになってくれていた。あいつなら何かハルカに聞いているかもしれない。I figured you just go to the すぐに電話で easy way, but sure. そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。晩飯の準備か。何か。手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。うん。It's been 3 years. Haruka's what, 19, 20? Something around that? She was 16 or 15 and 5, I think.ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。はるかの件は彩子が悪いんじゃない。だから彩子を責めないでやってくれ。彩子も今まで言い出せなくてきっとつらかったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でもはるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。その時はいいところを見せてくれ。わかった。 veins. It's weird.様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。うん。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？ I guess. じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。
あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。みつお、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、アヤコ、今度はそう長くは待たせねえ。俺もハルカも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。Back to this shithole. またこの街に帰ってきちまったか。The city beckons. Welcome back.Fucking phone, man. Stop texting me. First person, yeah. Awards on your smartphone yield some valuable XP for objectives you complete here. Not like I can do much. おい、ちょっとそこのお前。やっぱり桐生か。伊達さん。なんだよお前。いつ無所から出てきた。まあ。ついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか。いや、なんか本当に年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな、長かったな、キリュウ。よく頑張ったよお前は。しかし無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中だな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって、片木にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年か、もう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない、その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。ハルカはどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山にハルカの居場所を聞きてえと思ってる。
ハルカの居場所？ハルカは沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山ならハルカのこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつけるよ。ありがとな、伊達さん。おう、いや、またな。Where is Sky Finance in? Oh yeah. Weird. The importance of regular meals. Alright, you need to shut the fuck up, my man.Serena, this. No shit. No loading screens. もしかして、キリュウさん？久しぶりだな、ママ。もう、びっくりさせないでよ。本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ、ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの。それより伊達さんと店の前で会った。この町も随分物騒になったようだな。そうなの。ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。キリュウさんも気をつけてね。ああ、そうだ。ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら。秋山の居場所を知らないか。ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか。え、遥かちゃん。遥かちゃんがどうかしたの。ずいぶん前の話だが、遥かが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥かを探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。遥かちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あと、このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。Require Morning Glory photo.
Morning Glory Waistband. Yakuza 6 Fun Pack 1. Here. Shit, I guess that's...怪我なってねえな。早く財布置いてけや。Hey you, what's up man? Give me your I forgot the fucking thing. Give me your wallet or something? Attack. Somehow they made I guess this was first, but give me money, please. Combat feels more jank than Kiwami 2. And I guess this was first. Equip, yes. Only two? Dog shit. Alright, I can level these up. Forget about this. Kamurocho information. Champion District is undergoing renovation to address the deterioration of buildings within the area. Access to Park Boulevard is limited to the major construction of the sewers on the north side of Shifuku. I'll never forgive the Japanese. Battle Master. Dude, what a- I forgot about these fucking males, actually. God, they were so obnoxious. Is the map open, by the way? It's not. No, I have to go... this way. Might as well get some combat out of it, but first I can have a burger. ありがとうございました。She got a soda can. Hold up. I forgot these were busted actually. I think the rainbow was like the best one. This sucks. Or do I have to drink it? Let me use it, man. Yeah, my controller seems to be like janky or something. What? Masaka kinou Asia gai de nonde ta no? Eh. Yopparatte wake wakannaku natchatte. Ki ga tsuitara Asia gai no mise de nonde ta no desu. For what?
Never mind. すいません。まだ準備中で。あれ？もしかして桐生さん？久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。マスター。聞きたいこと、何ですか？スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ、マスター。ここ最近秋山を見かけなかったか？そういえば秋山さん最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか、わかった。ありがとう。This is a grim setting. Everyone's missing. Or jailed. Haruka ちゃんですか？ご一緒じゃないんですか？ああ、ちょっと訳があってな。今、Haruka がどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながらわかりませんね。でも、何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。I bet your ass I'm leveling this up right now. Just attack, of course. So, inevitably, I have to go fight with some dudes or something. Oh, I have to go through here? Shit, man.Maybe I should use my Xbox controller, because, I don't know, there's something weird with the joystick. What's happening too in, I forgot what I played last. Oh, Alice, right. I was gonna say, this looks...Revamped. ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。シールグリーン。でも登場界のヤクザがアジア外で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのはわかるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまで護身用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方登場界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。フッ、それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか？
ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ、私は日本語下手なので、うまく伝わるか心配でね。まさか。うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはり、あなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。あ？おい、何先だ？撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。Every Yakuza game. Only four had like a positive Chinese view with the cop guy.中国人が二人もやりやがって殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる。いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。Okay. Can of whoop ass. Oh, it's because I bought cans. Okay. Bossy mode.Bitch. Combat is something for sure.あんたらに聞きたいことがあるんだがな。何？秋山って男を知らねえか。スカイファイナンスってマチキンをやってた。あんたらに狙われたって話を聞いてる。秋山なんて男は知らん。本当か？喂，这里已经没事了，咱们走吧。間違いねえ。いや、四代目だ。堂島の竜が帰ってきたのか。おい、行くぞ。本家に知らせに行く。Fantastic. Not even 5 minutes in Kamurocho.
fuck am I going? Alright. Oh, Sky Finance, isn't that like... Okay. Can I karaoke yet? Maybe. It's in karaoke... Oh, it's right here. I could if it lets me. Like, real quick. But... Yeah, I can. I'd rather do that tomorrow, because I kind of feel like shit right now. Rather just do main story and save. Until I feel like I've done enough, anyways. Like 30 more minutes, maybe. Nanda. この先は立ち入り禁止だ。消えろ。何を突っ立ってる。早く行け。そんなに怒鳴ることはねえだろ。奥に何かあるのか。何にもない。いいから消えろと言ってる。どういうつもりだ。何を溜まってる。そうか。わかったよ。そんなに取りたければ通してやる。Koi, 你留在这儿，别让任何人通过。喂。那家伙是谁？不是说过不准任何人接近这里吗？可是这家伙就是不肯走，硬要进来嘛。我觉得他很可疑。那你说怎么办？把他跟这小子一起杀掉吧。就那么办吧，反正杀两个人跟杀一个人没什么差别。不思议なもんだな。Yeah, I was gonna say, he probably knows the word for kill at this point. Oi! Nihonji Ganta! Taskete gre! Koitra ore o koroski da! Tarabe! Taskete! Tamare! Nanda ga wakarane ga. Yaru shika ne yo da na. Ho! Kono ninzu aite ni nige you to shinai no ka. Naka naka tanoshime sou da na.别手下留情，把他给我杀了。No tiger drop makes me very sad. Oh yeah, let's go. See, it's fun if I do this.Just break me there, and I didn't hit him. Jesus Christ, man. Get the fuck out.I don't know, heat actions feel like shit too. Oi, Nava, hold it, Creo. Hayak! Hello? I have to. Inochi Biroi Stayo.あんたは命の恩人だ。しかしおっさん、すげえ健康慣れしてんだな。マジですげえよ。それよりお前は、なんで中国人にやられてたんだ。ああ、俺は東条会のもんだからよ。
連中ヤクザと見りゃ俺みたいな駆け出しだろうが見境なしに襲ってきやがる。こっちの人数が揃ってりゃ相手も様子見るんだけどよ、あいにく一人で歩いてたとこで奴らに出くわしまったんだ。ただ歩いていただけで襲われたってのか。登場えらいさっきだったよな。狙われてんのは登場界の人間だけじゃねえ。グレーエリアスに近いグレーの方にも目つけられて、そう、like、秋山だから今そういう連中はすっかり地下に潜っちまってるよ。なるほど、そうか。秋山が中国人に狙われてるってのはそれが理由か。今秋山って言った？ん？スカイファイナンスの秋山俊。知ってるのか？知ってる知ってる。そこのビルがスカイファイナンスの事務所だった。何ヶ月か前に畳んじまったけど、秋山も中国人たちから身隠してるらしい。あいつは東上界の6代目にも顔が利くってんで目つけられてんだ。秋山が今どこにいるか知ってるか？いや、そうは言わねえ。4代目やぞ。でも最近見かけた。前とは別人みてえななりしてよ。児童公園でホームレスに混じってた。おっさん秋山のこと探してんのか？ああ、おかげでいい話が聞けた。何言ってんだよ、こっちは命救われてんだから。俺は人生一家の室田ってんだ。人生、まあ下っ端だけど何かありゃいつでも力になってやるよ。おっさんの名前は？キリュウだ。ほう、キリュウさんね。わかった、じゃあまたな。This guy sure is great now。 キリュウ、キリュウ、おお、never mind。 キリュウ、カズマ。いやいや、まさかな。 Okay, never mind, yes。そんなわけねえって。Or not, unless。 Why can't I just leave? Pros and cons of getting drunk. Oh, I can do this. Holy shit. I'm gonna get hit by a car. Incoming traffic. Using equipment.The gear you can select your stats and possibly need to press L1 to toggle the clip. Cool. What did I want? I wanted to go. Oh, the. Oh, yeah, Children's Park. Right. Do I need to heal? Should be able to see my HP here, man. I need to pause. Fine.Oh, this is kind of shit though. I mean, I guess every 10 points or every 10 level ish things, I get another star. So it's simple enough. Still. Oh. どういうことか説明してもらうからね。いや、違うんだよ。本当だよ。The temptation of life chat.I guess、we're back to doing side stories、like this, huh? Hunter, how can you get rid of the other one? I don't know what live chat is, but I can、extrapolate or guess. I'm not sure. 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 A little too honest, my man.本当なんだ。最低じゃない、あんた。でも実際に直接会ったことはないんだよ。よー。浮気とかじゃないんだ。タイガー dropped my keyboard。わかんないんだけど。The spam pop champ in Donk's chat。あんたなんかもう知らないから。あ、待ってよ、ゆうかちゃん。あ、ちょ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 。すいません。あれ、ゆうかちゃんは？And even the side story is still kind of slow. Oi, oi, 泣くなよ。だって誤解なんですよ。僕はただライブチャットにハマっただけ。This is kind of impressive that there's dialogue for all of these things. チャット。Oh, thank you, Kiryu. You don't know either. はい、そうなんです。
ただライブチャットしまくってた。 They voiced every single side content? それなのにゆかちゃん、 I can believe that, honestly. 違いますよね。 ライブチャットは浮気じゃないでしょ? I mean, it's impressive. I'll give him that. そう思いますよね。 Yeah. okay. そのライブチャットっての知らんから、なんとも言えんな。ご存知ないんですか? I hope it's worth it, though. That's material to make some of the best side stories, right? If you have everything voiced. チャット。A place for short conversation. チャット。パソコンとかを使って会話するやつじゃ。Ah, okay.まさにその通りです。要はライブチャットは可愛い女の子とパソコンを通して生の会話ができるんですよ。Especially for talking to cute girls. 要はキャバクラのパソコン版ってことか。Cabaret club for cowards. 近いですけど、楽しみ方はかなり違いますね。それにキャバクラでは楽しめないようなあんなものやこんなものも見れたり。あんなものやこんなもの。ちょっとは興味が湧いてきましたか？ああ、まあ多少はな。そうですか。あ、なんか話してたらまたライブチャットしたくなってきた。Can you just live chat from your phone, man? そうだ。もしよければ僕がやり方を教えるので一緒にやりましょうよ、ライブチャット。え、俺が？はい。この先に僕の行きつけのネットカフェがあるので、 You do this shit at a net cafe? Dude, you're fucking generous. 手取り足取り教えちゃいますよ。いや、だがパソコンは苦手でな。大丈夫ですって。 This is a sub chat. This is what it was made for. じゃあお待ちしてますんで、それじゃあまた後で。 Hot tub Twitch chat.気が向いたらな。I'll do it, sure. ライブチャットか。少し興味はあるな。暇を見つけてネットカフェに顔を出して。That car looks like a fucking PNG. Oh, not anymore. Who knows, maybe it is. So they turned this place into a net cafe? Is that what you're saying? Mantai. Let's see. Weird.Soft demand on. He's going to spend 6 hours on something, dude. I swear to God. しかし、やり方がわからないんだが。大丈夫。僕が隣でバッチリ教えますから。さあ、座ってください。This is an actual mini game, or is this just a side story? We'll see. ライブチャットならこのサイトがおすすめですよ。そのアイコンを2回クリックしてください。アイコン、これをこうか。ええ、これでライブチャットサイトにつながりました。よー、ビッグゲーム。女の子の写真をクリックすればチャットが始まりますよ。簡単でしょ。あ、チャットは普通にキーボードで入力してエンターを押すだけで OK ですから。それができれば苦労はしねんだが。あ、この女の子なんかいいんじゃないですかね。よし、この子だな。Agreed. ええ、入室できましたね。これでライブチャット開始ですよ。簡単でしょ。こんにちは、はじめましてかな。おい、話しかけてきたぞ。大丈夫、普通のことですので。さあ、キーボードを打って返答しましょう。ああ、だがこういう時はなんて打てばいいんだ。とりあえず
挨拶や褒めから入ってみては。かわいいねとか、トリースとか。リアルグリル。スープ。わかった。かわいいねと。Learning Japanese. Okay. どうだ。かわいいですか？嬉しい。おお、照れてますよ。好感触だったみたいですね。5 years on. This is just an automated service made of fucking chatbot. どうやって会話するのか。ええ、さあこの調子でガンガンチャットしていきますよ。たのしいぜ。Kiryu's so strong, he can fucking write out whole words with just one type. One press. Impressed. Bits the nation. ですが、ライブチャットの本当のお楽しみは。And you get a, you get your name on the blackboard or the whiteboard, I guess. 楽しませてくれたお礼にサービスしちゃおうかな。脱ぎ始めたぞ。おい、これどうすりゃいいんだ。これは見せてくれてるんです。ライブチャットとはそういうもんなんです。そうなのか。これがライブチャット。そうなんです。さあここからが本当の始まりですよ。うん。Oh god, this is an actual mini game. Nope. これはなかなか。なんと。もっと見せてって。打ってみてください。もっと見せて。ワンダフォー。これは、お疲れ様でした。どうでした？ライブチャットは楽しかったでしょ？ I didn't do anything, my man. なんというか充実した時間だったな。まあお前がハマったのもわからねえでもねえな。でしょう。だが浮気じゃないにせよ、彼女を放っておいてまでやるのは賛成できねえな。実はその件についてずっと考えてたんですけど、僕一つの結論にたどり着きまして。結論？はい、僕には彼女なんて必要ないと思うんです。え？だって彼女よりもライブチャットの方が魅力的なんですもん。そう思いません？あんなすぐ怒るヒステリー女よりチャットレビーの方が100倍優しいし可愛いし。そもそも彼女がいると。 Is this worse than a guy that only likes anime girls? I don't know. 最初からいない方がいいんですよ。それならチャットし放題ですよ。いや、まあ、I think they're just as bad. そうかもしれないが。よし、今日から心機一転、これからはライブチャットと共に生きていきます。では僕はチャットしに行くので、これでまたどこかでお会いしましょう。今度会う時はチャットルームかもしれませんね。ではでは。ライブチャット恐るべし。So there is a mini game here. No. I have to do that off stream. Right there, man. Isn't this my actual exit? Sure. You know what? We take this. What was I doing? Oh, Children's Park.
Oh, good lord. ダメです。もっと他のものを探しに行きましょう。ね。Yeah, I can have a shit ton of emotes with 7TV. You want Haruka? Haruka ちゃんのグッズって言ったって。そんなのもうどこにも売ってないじゃないの。さ、探せばきっとあるもん。Haruka ちゃんのグッズがいいだもん。売ってたとしても Haruka ちゃんはダメよ。あの子のお父さんは悪い人なの。そんな人の娘さんなんていい子なわけないでしょ。ママだったらもっと他の子を応援したいな。ママはデスペア。お父さんに会ったことあるの？え？あ、あるわけないでしょ。ママは会ったこともない人を勝手に悪い人だって決めつけちゃうの？もしかしたらいい人かもしれないよ。もう何を言い出すのよ。変なこと言ってママを困らせないで。そんな悪い子もう知りません。まったく、ヤクザに育てられた子がいい子なわけないでしょうに。あの子、ハルカのファンだったのか。Am I doing another side quest here? I could. I'm sure it's not too long. お前、え、な、何？お前はハルカのファンなのか。This is very creepy. もしかして、おじちゃんもハルカちゃんのファンなの？ん？ああ、そうなんだ。俺もハルカちゃんをずっと応援しててな。そうだったんだ。おじさん大人なのにハルカちゃん好きなんだ。変なの？ You're not wrong. おじさん、ハルカちゃんのグッズ売ってるところ知らない？前はいっぱい売ってたのに。今はどこにも売ってないの。いや、悪いが俺も知らねえな。そっか、やっぱりハルカちゃんのお父さんがヤクザだからかな。ハルカちゃんのお父さんはヤクザっていうのをしていた悪い人なんだって。だからママはそんな人の子供もきっと悪い子に決まってるって。最近ははるかちゃんの歌も聞いちゃダメって言うし。そうか、それは残念だな。ところでお前はどうしてはるかのファンになったんだ？昔ね、大阪に住んでた時にはるかちゃんが握手会をしてたの。フラッシュバックとオールドズミニゲームズ。いつもお父さん仕事で引っ越ししてて友達が全然できなかったの。それでね、握手した時にどうすればお友達作れますかってはるかちゃんに聞いてみたの。はるか、なんて言ってた？私も友達作るのはうまくないけど、笑顔でいたらきっとお友達できると思うよ。一緒に笑顔で頑張ろうって言ってくれたの。はるか、そんなこと。うん、それで頑張って笑顔でいるようにしてたら本当にお友達がたくさんできたの。もうはるかちゃんの大ファンになっちゃった。そうか、相談してよかったな。うん、おじさんははるかちゃんのどんなところが好きなの？優しいところだな。優しいところ？ああ、あいつはいつも自分より他の人のことを考えてやれる。あれがあいつの強さなんだろうな、きっと。それ、私もわかる気がする。私ね、握手会が終わった後もはるかちゃんを見ていたくてずっと公園に残ってたんだ。そしたらはるかちゃん、会場のスタッフさんと一緒にお片付けしてたの。それ見てて、はるかちゃんって可愛いけどすごくかっこいいなって思った。そうか、さすがはるかだな。あれ、どうしておじさんが嬉しそうな顔してるの？そうか。変なの。はるかちゃんのこと話せて嬉しい。そうか、前ははるかちゃんのことテレビで見たり学校で話したりしてたのに。
てもあのコンサートでみんな変わっちゃった。Yeah, that comes with that. 悪い人が育てた子だなんて知らなかった。Bold move. もう応援しちゃいけませんって。お母さんも。そうか。それでも私は元気をたくさんくれたはるかちゃんを応援したい。もうアイドルじゃないかもしれないけど、私ははるかちゃんが好きだから。そうか。はあ。でも。はるかちゃんのグッズ欲しかったな。せっかくお誕生日楽しみにしてたのに。よし、俺がはるかのグッズを探してこよう。え、おじさんが？ああ、誕生日なんだろ。俺がプレゼントしてやる。本当に？ありがとうおじさん。あ、私、あやかっていうの。おじさんは？俺は桐生だ。桐生って名字でしょ。名前を教えてよ。カズマだ。カズマさん、はるかちゃんのグッズ楽しみだな。じゃあちょっと探してくるから公園で待っててくれ。うん、わかった、待ってるね、カズマおじさん。 So where am I getting merch? はるかのグッズはどこで買えるんだ。まずはドンキホーテにでも行ってみるか。大抵のものは売ってるからな。Isn't that like all the way over here? Jeez. Can I get a cab? かしこまりました。それでは出発いたします。Man, cabs are expensive. 初乗り料。そうですか。またのご利用をお待ちしています。We're gonna get the classic jingle or the remix one?そういえば、はるかファンの彩香のためにはるかのグッズを探していたな。売っているか聞いてみようか。ちょっと聞きたいんだが、この店に昔アイドルだった沢村はるかのグッズは置いているか。沢村はるかさんのグッズですか。お調べいたしますので少々お待ちくださいませ。ああ、お待たせいたしました。お客様、申し訳ございません。沢村はるかさんのグッズはもう製造中止となっており、在庫もない状況でして。そうか、わかった。他を当たってみよう。ありがとうな。劇場前のクラブセガに行ってみるといいかもしれないです。アイドルの写真やグッズを交換したり見せ合ったりしてる人たちをたまに見るので。そうなのか、よく知ってるな。よく遊びに行くもので。すみません、差し出がましいこと言って。いや、助かった、ありがとう。よし、I've been going from one corner to the city to the middle。 Maybe it's 120 actually。 What balance skills can I get? What do you mean?Oh, I mean, this doesn't really help. Maybe it does. And still get shit. I can see Tiger Drop. What else can I get? Boost Fortune.Oh, and boost digestion. Okay. No, I can get something else. Boost clan member growth. Boost vending machine luck. This is useless, though. I have clan creator again?
That was kind of stinky, but I finished that side story, I'm pretty sure. I think I did anyways. I would very much enjoy not fighting, but... also don't mind. Money. Oh, nice. You could just walk to. Yeah, avoid. Unless they catch up to you, mind you. They won't. It is kind of a relief not having to do fights after Yakuza 5. Had like this encounter mumbo jumbo. Get blocked. Idiot. Right here. Yeah, Club Sega. アイドルファンってのはあいつらのことか。片っ端から話を聞いてみるか。ちょっと聞きたいことがあるんだがいいか。ムム、何ですかな。拙者に何か。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。 Oh, Space Harrier is here. ちょっと存じませんな。最近のアイドルですかな。 いや。 3年前に引退したアイドルなんだ。サッバーナー。だから最近。スーパーハングオン。それは最近ですな。何？というのも私、昭和アイドルのファンでしてな。平成に入ってからのアイドルはみんな同じに見えてしまう。全く困りものですな。ヴィルチュアファイター、ジェネリックアニメ。すまん。聞く相手を間違えた。Something。忘れてくれ。あなたも私と一緒に。 70年代歌謡コレクションを聞きませぬか。魂が震えますぞ。いや、いい。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。あ？なんだよ、おっさん。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。Every single interaction. 沢村って誰だっけ？なんか聞いたことあるような気がするんだけど。 俺夏メロには興味ないんだよね。夏メロだと。やっぱ時代はチャート1位のユキティでしょ。俺は常に先端のアイドルを追いかける男だからな。ってわけで、昔のアイドルはよくわかんねえや。すいませんね。そうか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。はい。何でしょう。沢村遥って アイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。沢村遥か、すみません。私全国区のアイドルには疎くて。ん？全国区には疎い。あ、私はご当地アイドル専門のファンでして、テレビとかに出ているようなアイドルには興味がないんですよ。はい。地方で気長に頑張ってるアイドルを応援するのが私の生きがい。 北海道から沖縄までのご当地プロマイドをコンプリートしちゃいましてね。見ます？ また今度な。 I wonder who the guy was. ちょっと聞きたいことがあるんだが、
いいか。はい、何でしょう。沢村遥ってアイドルのグッズを探しているんだが、どこで手に入るか知らないか。あなた今沢村遥と言いましたか。ああ、ちょっとグッズを探してて。どうしよう。何？彗星のごとく現れ、瞬く間に僕らの心を魅了した刹那、突如引退を宣言した伝説のトップスター。あなたはその沢村遥さんのファンであり、僕の同志というわけですね。ああそうだ、遥さんの歌に俺も心を打たれてな。グッズとかを集めたいんだが、売っていなくて困っているんだ。何か情報とか知らねえかな。うん、なるほどなるほど。確かに遥さんのグッズは引退騒動もあって販売取りやめが相次ぎプレミア化してしまっている。さらに時間も経っているため、今入手することは非常に困難なのです。そんなことになっていたのか。ですが、実はつい先ほど激レア遥さんプロマイドを入荷した店があるとの情報を得ましてね、これからその店に向かおうかと思っていたのですが、あなたに譲ってもいいですよ。本当か。それはどこの店なんだ。ですが、あなたが遥さんファンを装ったただの転売屋という可能性も捨てられません。なので簡単な遥さんのクイズを出します。それに正解できたら同志であることを認め、店の場所をお教えしましょう。わかった、約束だぜ。では問題です。沢村遥さんがプリンセスリーグ初登場した時に歌った、あの超有名な曲のタイトルは何？ I guess 正解。あなたを同志として認めましょう。まあ簡単すぎましたかね。ではお教えしましょう。遥さんのプロマイドがあるのは恵比寿屋という質屋さんです。ですが激レアですからね、他にも狙う同志たちがいるかもしれません。頑張ってゲットしてください。ああ急いだ方がいいみたいだな。じゃあ行ってくるぜ。Ebisu's down and right. Somewhat. Oh man, it was so sluggish to get from point A to point B. That I just suddenly stopped running. Where am I at? Okay, here. Just where, go where the red dots are. いらっしゃいませ。Oh, there's the charismatic fellow. 50,000. Yeah, I guess I'll come back when I'm richer. ありがとうございました。Oh, wait, don't I have shit to sell? Only 1,000, though.ありがとうございました。Great. So that went nowhere. I guess I'll sing karaoke real quick and then be done.
教えて、ヒジ。誰に声をかけたらいい？アイヒジ。あ、どうもどうも。ちょっとお話を聞いていただけませんか？ん？失礼ですが、スマホお持ちですよね。私、ただいまコンシェルジュアプリのヒジをご案内しているんですが、少しお時間いただけますか？わな。ああ、いいだろう。少しだけな。ありがとうございます。それでは早速なんですが、私どもが開発したヒジはお客様のスマホにインストールしてご使用いただくアプリでして、例えばですね、明日の天気はなどとお客様からスマホへ話しかけていただきます。するとスマホの中のヒジが音声を認識して、明日は晴れですなんて回答してくれるんです。他にも救急車を呼んでと頼むと、ヒジがスマホで119番を発信してくれるとか。よくわからんが便利らしいな。それに弊社のヒジは今現在の最新世界最高峰の人工知能を搭載しているんです。 2022 This is what your dick will look like。 ええ、どうも米軍の最新テクノロジーが漏れたとかで、嘘か本当かその技術の一部が組み込まれて疑似的な人格を持つ人工知能ができたそうなんです。 It's your fried shrimp。 よくわかってないようだな。まあ私はただの売り子ですから、ちょっと実際のヒジをお見せしましょうか。やあヒジ、明日の天気はどうかな？明日は晴れよ。傘はいらないけど、もし寒かったら私のこと、ぎゅっと抱きしめて、なんてね。余計なことまで答えるんだな。ユーモアがあるんですよ。声もなかなか色っぽくて、話すと楽しいんです。他人にはなかなか言えないごくプライベートな相談もできますしね。Yes。 実は私がお客さんに声をかけたのもヒジが判断したからなんですよ。 My service provider。 スマホのカメラを街に向けながらヒジに誰に声をかけたらいいと質問しました。するとヒジが見た目よりいい人だろうと指してくれたのがお客様だったというわけなんです。ヒジはあなたには好奇心がありそうだし、きっと話に乗ってくると言っていました。ずいぶん決めつけてくるんだな。でもヒジのインストールは無料ですし、今ならほんと気軽にお試しいただけます。ほんの1分ほどスマホをお貸しいただければ私の方でヒジを使えるようにしますが、どうです？ああ、やってみよう。かしこまりました。それではスマホをお借りします。お待たせしました、お客様。You know, I've been installing Bunty Buddy。 ヒジのインストールが完了しました。使い方はヒジとスマホに呼びかけるだけ。あとはヒジが音声で説明してくれます。かけてもいない電話に呼びかけるのか。お客様はあまりスマホをお使い慣れていないようですね。でも大丈夫、ちょっと使えばすぐヒジにやみつきになりますよ。それではどうぞヒジとお楽しみください。ああ、わかった。とはいえ人前でスマホに話しかけるのはな、自動公演とか人気のないとこで試すか。Whatever, man. I just want to say. Let me sing. いらっしゃいませ。何名様でしょうか？一人だ。かしこまりました。料金は500。それではご案内。The only two that I'm pretty sure they have, like, I guess I can always check them. Yeah, so this one you can sing back up, back up, back up.
You can sing too. It sounds new though. I've seen that. It's close enough though. Okay. Okay. That's a respectable score, I think. I can sing tonight. I haven't sung tonight since Kiwami 1? Yeah, I think so. It's been a while. Press. Oh yeah, Yakuza 0 was out by this point. Experience. Oh god, a bunch of experience.
時間となりますが、かしこまりました。Hell no. お忘れ物ございませんよ。ご利用ありがとうございます。That's fun. That's a good selection, I think. Heat actions E to D. Oh, is that how it works? Okay. Let me save and I'm good. Oh, you can change your ringtone. I can't even check it. Oh, okay, never mind. I thought that meant something else. Okay, I'm good. See you tomorrow.